アイゼンシュタットの聖ヨハネ病院修道会附属協会ショールガンミサヘンロ蝶長々長法剛県227はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1777年頃に作曲したミサ曲。正式名称は神の聖ヨハネのミサブレビスという。聖ヨハネ病院修道会のために作曲された小ミサ曲で同修道会の守護聖人である神の聖ヨハネに捧げられている。 おそらく、アイゼンシュタットにある、修道会の教会で上演された。通称はベネディクトゥスに、オルガン独奏部分があることによる。曲の規模は小さく、独唱はベネディクトゥスにしか存在しない。演奏時間は15分から20分ほど。グローリアでは曲を圧縮するために異なる歌詞を同時に歌わせており、わずか31小節しかなかったが、1795年。 弟のミヒャエル・ハイドンによってザルツブルクで演奏するために118小説に拡張された。また、ミヒャエル・ハイドンが元にした楽譜にはトランペット2台が追加されていた。他に、ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーによってオルガンの装飾を増やされたベネディクトゥスが書かれている。穏やかに始まるが強弱の変化が激しい。クリステの部分で単調になる。 セーブごとに異なる歌詞を割り当てることで曲を圧縮している。アーメンコーラスはごく短いが特徴的である。エインカーネーティスへからイセバルチェスへまでのキリストの生涯を歌った部分では速度が遅くなる。グローリアと同様、両端の速い部分ではセーブによって異なる歌詞を同時に歌わせることによって曲を圧縮している。アーメンコーラスはグローリアと同じものが使われる。 半音階的に下がっていく独特の旋律を持つ。ホザンナの部分は対法的になる。オルガン独素を持つ前奏で始まり、ソプラの独唱によって歌われる。ホザンナで再び合唱が現れる。ゆっくりした曲だが強弱や調整の変化が激しく、かなり緊張感の高い音楽になっている。ありがとうございます。